今日のさゆりさチャンネルはビヨンチャンネルさんにお越しいただいてます。ありがとうございます。せっかくね、姉妹同士4人集まったので、今日の企画は姉妹対決をしていきたいと思います。イエーイ。ということで、食わず嫌い王決定戦姉妹対決。イエーイ。それぞれ今日は4品ずつお料理を用意してもらいました。で、そのうち3品が大好きな食べ物で、1品が大嫌いな食べ物になっています。全部食べ終わったところで、相手の嫌いな食べ物がどれかを当てていくというゲームになっています。はい、じゃあ先攻後攻どっちからいきますか。じゃあ先攻で。はい、じゃあ食べるのは先ということで、最初はソースカツ。はい、お願いします。いただきます。そこに行動もね、しっかりと。いただきます。いただきます。うん。これは最後にいつ食べましたか。夏休みって言ったの。これはね、リサが最初に食べてて、遠足の時、そう、一口もらってハマったっていう感じですね。でも、チーズ、YouTube にできたじゃん。チーズは、そう、なんか1万円コンビニ的に大好きみたいな。であげたんだよね。見た。だから見られてました。違うと思う。それは好きだと思うから。でもその時チョコ多かったよね。すごかったよね。ちょっと嫌いか。チョコで。じゃあチョコで。じゃあ、ちょっといただきます。匂いが好き。匂いが好き。いただきます。マジでうまい。あ、もう一個。いただきます。美味しいの。どんなところが好きなんですか。どんなところ。なんかチョコっていろんな味があるじゃん、ミルクとかブラックとかって、それが全部違うから、好み、好きな時に合わせてちょっと甘いの食べたい時はちょっとミルクとか。今の気分に合ってましたか。はい、あ、もうマジで美味しい。美味しいぞ。美味しいね。今はひなみちゃんだけに見せたっていうね。美味しいですね。美味しいですね。よし、あ、もう OK です。あ、もう OK です。OK です。もう分かりました。じゃあツナ缶お願いします。あれ、ツナ缶ってどっちだっけ。あ、あれ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 、あ、あれ、ちょっとあれ出てくるのがちょっとない。ない。全体が好きだからないのかもしれない。ちょっと寝間がありましたね。撮影前にひなのちゃんがトマトの匂いが好き、あ、トマトの匂いがすごいって言ってたのが嫌うってことなのかなって思ってたんで、トマトでいいですか。はい、全部さ、気持ちいいけど、じゃあトマトで。いただきます。いただきます。豪快に。でもトマト嫌いな人いるよね。あ、ちょっとだからと言って好き。待って、ここにいるんだけど。トマト嫌い。あ、どういう風に食べてる。特に何もつけないで普通に切って食べる。あ、なんか怪しいな。食べ方が分かんなくてそうだったな。すぐ疑っちゃう。たまたまそうだったのかな。すぐ疑っちゃう。ポテトチップスのコンソメ味。あ、はい。撮影前の時に、なんでここで選んだの的なことで、なんか適当にパッと好きだからパッと撮ったみたいなこと言ってて、それが好きだからなんです。またリサ好きな。いただきます。おいしい。めっちゃ見てる。
チーズは絶対大丈夫。大好き言ってたもん。じゃあプリン。じゃあプリンで。はい、じゃあプリン。プリン食べます。いただきます。美味しそう。食べた。うんふん。あ、カラメルのところもしっかり食べた。あそこが苦手な確率ある。ここにいるね。こちらが食べてるもの苦手なものが多いですよ。うんふん。多分これ好きだね。ぐっと食べてる。言われなくていいですか。これ多分好きです。あ、もう大丈夫です。もう分かった。大丈夫ですか。サバ缶の味噌味。はい。いただきます。食べる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 って言ってるのが。最後先生も好きで。うん。二人とも好きです。うん。でもよく給食に出るんだよね。給食に出るんだよ。あれ、別の魚かな。全くわからん。じゃあ今から色紙を渡しするので相手が嫌いだと思うものを相談して書いてもらって発表していきたいと思います。せーの、じゃい。スマホの缶です。うん。なんか一口しか食べてなかったって。ちょっとしか食べてなかった。はい。せーの、チョコレート。チョコです。はい。迷った時に、まあチョコレート。なんかチョコっぽいな。いうね。でもトマトと迷いました。はい。じゃあ一緒に同時に食べてもらいたいと思います。はい、じゃあさやりさチームの勝利。絶対違うと思った。それだけは絶対違うと思った。マジ？うん。もともとスナック系が苦手で、だからコンソメ味がさらに嫌いで、好きな人多いんじゃないみたいな感じでコンソメにしたけど、もっと嫌いで、嫌いプラス嫌いで、おお。はい、ということで。負けたチームはですね、この後嫌いな食べ物を全部食べきってもらいたいと思います。やば。4チャンネルにもコラボしてるその動画が上がってるので、ぜひそちらを見てね。この動画が少しでもいいと思ったらグッドボタンお願いします。あとチャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。見てね。いただきます。ひなのちゃんも好きなの。そういうのはいけるんだけど、チョコケーキとかは。そうなの。これが、これちょっとだけのラーメン。ポテチ系めっちゃ買ってた。片方マジで大好き。エビセンが一番好き。あ、逆にね、。カパエビセン大好き。はい。食べ終わりました。ごちそうさまでした。どうでしたか。バイバイ。バイバイ。